ちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーで菜の花をね作っていこうと思います。なんと作ってもね大変なお花なんですけれども、まずは28番白地ワイヤーですね。こちらを用意して1センチゲージに4回巻きつけます。でねじってですね、片方ゲージの溝に通しますが紙が剥がれましたね。地巻きワイヤーっていうのはこうね、中のワイヤーに紙が、あってな、外側にね紙が巻いてあるんですけど、時々ね外れるんで、そういう時はねもうゲージパイプ外してワイヤー通してぐるぐるとねじって止めます。でワイヤー片方でいいのでね、1本に減らして根元のところをギュッと押さえつけてから 2-2 で広げて、さらに左右に広げて、ちょっとラッパ型かな、少しねラッパ型の形に整えていきます。今回はおしべめしべ作らないのでね、こんな感じで簡単に、28個ほどね作りました。次は30番ガクです。大変だったら省略してください。5mm のゲージスティックのところです。間2回の方がいいと思います。ねじり巻きで同じように4つ輪っかを作ります。でゲージパイプから、ゲージスティックから外したら、1つ目の、ね、輪っかを引っ掛けるようにして、ねじって留めます。こちらもワイヤーは1本でいいので、片方に減らしまして、真ん中使うのでしっかり丸やっとこなど広げて、そのまま丸やっとこでですね、先端少し押さえつけて広げると、押さえつけてちょっと広げる、こんな形ですかね。はい、額を作っていきます。これもねちょっとね細かいんでね、大変なんですが、でこれで通して一つのお花と、もう 3mm の方でもねいいかなとは思うんですが、お好みで。で同じ30番のワイヤーで今度は、9mm のところで、大変でしたらね1センチゲージでもいいです。2回巻きつけてねじって、片方ゲージの溝に今回は通りましたね。でくるくると巻き止めましたら、ディップする分のねワイヤーだけ残して1本に減らしてつぼみを作っていきます。先端を少し尖らせて、そこに今切ったワイヤーでいいので、くるっと1周巻きましてねじって留めます。ぐるぐるぐると、開いたことがあるとね楽です。押さえつけて言って片方こうぐるぐるねじって留めると。でねじりを残してカットしていただいて、これ今回このままでいいです。ちょっとしつぼみのね、下部分持って折り曲げます。完全に折り曲げるんではなく、ちょっと折り目をつけまして、そこを起点にこうねハート型にしていきます。長細いハート型ですね。でそれから、今のこの緩んでる先端部分ですね、ちょっとキュッと押さえつけて、で根元のところは少し膨らめていただいて、これでワイヤーを広げていくと、今回ね、ワイヤー4本しかないので、こんな感じになるかなと、ちょうどクロスさせるようなそんなイメージのね、つぼみができました。はい、で次は葉っぱですね。28番と30番、まずは28番で外枠を 5cm、3.5cm、2.5cm で作りましたが、大中小ですね、なんとなくサイズが変わればいいです。一つねどちらか端に寄せて輪っかを作ったら、全体的にね、フリルを丸やっとこで入れてます。これも品種によるのか、ちょっとあんまりフリル入ってない葉っぱもあるような、自然な感じにねちょっと指でも押さえつつ形整えます。先端そこまで尖ってないかなと思うので、指でちょっと細くして、で、長い方のねワイヤーでブリッジをかけます。一周先端でくるっと巻き留めましたら、30番、ちょっと細い方がねブリッジかけやすいので、で下のもう根元のところでいいかなと思うので、クロスするような斜めのような形でこうねワイヤーを巻き留めて、そこから左右にね短く切りすぎたはい、適当にね長さ切って、ワイヤー切ってねやってると、こういうこともあるんで、気をつけてください。この時ね、今はもうワイヤー短くてちょっと、そのまますぐピンとやってしまったんですけど、できれば少しねこのうねうねと波打つような形でね、このブリッジもかけていただいた方がいいかな。
で次2箇所目ですね、まあ、真ん中ちょっと下ぐらいから斜め上に向かってね、ブリッジかけていただければと。でぐるっと、外側のねワイヤーのところで巻きます。でここからですね、まあ、多少こうぐねぐねと曲げていきます。最終的にリップする前にもね、もう一度ちょっと形確認してください。余分なワイヤーはねカットしてしまって構わないです。枠のワイヤー切らないようにだけ気をつけてください。葉っぱのね外枠によく切ってしまうんですけどね。と飛び出てるようだったらちょっと平やとこでね、このブリッジしたワイヤーね押さえつけておくと、まあ綺麗に見えるかなというところです。はい。で、大中小合わせてまあ10枚ぐらいですね、まあ、数はお任せで、こっちはね、ブリッジ1本です。一番小さいものですね。でもっと小さいつぼみとして一応ペッも、用意しました。でこちらはホワイトグリーンという、プラモデル用の水性塗料ですね。約20本を持っていただいて半分で折り曲げてワイヤー28番ですね、グリーンワイヤー通してます。でこれで根元ぐるぐると片方でやって、あとはもう1本のワイヤーとねじって留めてます。20本半分にしてるので上に40本出てるっていうようなね多分感じです。で、全体的に筆でね、まあ、グリーンか黄色か、まあ、この辺色味はねちょっとお任せするんですが、私はちょっとグリーンめね淡いね、パステルカラーで全体的に塗ってこのまま逆さずりで乾燥させました。はい。でファーストイエローというね、ディップ液の色で、まあ今回はねいいかなと。まずは額からですね、かなり薄め液でねちょっとサラサラめにしてます。小さいお花、細かいお花とかはね、サラサラさせておいた方が膜がね、そんなに熱くなりすぎずに済むかなと思います。なのでちょっと気泡入ってますけど、もう少し休ませてからねディップしていただければと思います。でこんな感じですね、お花の方も。でつぼみだけはちょっとかぶせ付けをしたいので別ワイヤーでこんな感じに丸を作っていただいて膜を作って通すと、もう別に破らなくてもそのままね通して戻ってくれば、膜がついてるかなと思うので、そんな感じで楽をしています。通して戻すと、はい、一応確認はねしてください。一周ぐるっと破けてるとこないかなっていうことだけはね確認していただいて、葉っぱはリーフグリーンですね、今回そのまま。お花もねパステルカラーなので葉っぱもパステル系で、まあ、これクリア系だったらね、まあ、グリーンとかライトグリーンなんかね使ってみてください。メラミンスポンジにね立てて乾燥させていきます。葉っぱの方ちょっとね重かったのでワイヤー2本残しておいた方が良かったかなとも思うんですが、まあまあなんとか立つかなと思います。乾いたら先にお花組み立ててしまいます。目打ちで、額の方のところ真ん中ですね、穴を開けていただいて、お花通してねじって留めてワイヤー1本に減らします。つぼみの方は、2個くらいでだいたいねこんな感じでねじってワイヤー減らして、乾いたペップですねこちらの周りに、ちょっとつけていってあげると。4つ一緒にくっつけたものはねちょっとね扱いづらかったんで2個ぐらいを、寄り合わせたものを周りにねこう配置していくっていう感じでいいかなと思います。カットして、周りにといった感じですね。この辺のバランスはねちょっと見ていただいて、今回ペップもね2本分作って、こんな感じでねつぼみ2個分ね、作ってます。ちょっとグリーンのテープで巻いてから、ジャボンと、ストレンスナーに、つけてみました。水性のねストレンスナーです。後で今ちょっとパッケージは紹介しますが、まあ、水性の方がね匂いは少ないんで、あとよく振り落としてください。でメラミンスポンジに立てて乾燥。お花の方はですねこの黄色い普通のビーズですね、穴開いてる普通の、まあ、小さいねビーズ、これをストレンスナーをつけた上から、このストレンスナーの上で作業すると、ビーズがストレンスナーの中に落ちるので、ちょっと位置ずらしてやった方がいいんですが、まあね4個から6個くらいですね、まあ、適量こんな感じでストレンスナー乾く前にね、置いてください。でこれが水性のねストレンスナーの容器です。まあねこんな感じでタッパーにね入れといた方が作業はしやすいですね。で20番を茎として28番はちょっと、なんて言うんですかね、枯れた後の、ちょっとした、まあ、
茎というか枝というか、適当4分割ぐらいですかね、カットしたもので先端少しこんな感じで折り曲げていただいてですね、1、2センチで、フラワーテープで巻いてあげるとそれっぽいこうピョンピョンと出てる枝っぽいというか、なんでしょうね、こんな感じの、まあ、後々種ができる部分だと思うんですけど、できるかなと思います。でお花の方もですね、一本一本ちょっと大変ですけれども、フラワーテープ巻いてください。まず 1.5 センチぐらいね巻いたものと、もう少し長く巻いたものと、ちょっと2パターン用意していただいて、短いものはこうねつぼみの近くに咲いているっていうお花で、まあ、長いものはもうちょっと下の方に1本だけとかで咲いているものみたいな感じでねやっていけばなと思います。で20番のワイヤー2本で、茎をちょっと延長しまして、つぼみのところからですね、ちょっと倍速早くなりますが、で、2個ずつ、こう1区画にしたり、あとはまあ1本ずつでもいいんですけどね、上の方はまとめてワッとつけていただいて、下の方はまあ2本ずつぐらいでこうねじって、ワイヤーある程度減らしたものでねこうつけていくと、茎が太くなるからなりすぎないかなというぐらいのね配慮なんで、面倒くであればそのまま1本ずつでもねまとめて持っていただいて、フラワーテープで巻き留めていただければと、いいかなと思います。で、こちらは2本のものと、あと小さい葉っぱとかもねこんな感じでお花のねところに一緒にねじって、茎のすぐ近くから葉っぱ生えてるんでね、まあそういった形で、葉っぱは互い違いかなと、まあ画像によってねちょっと、判断がねつきづらいんですけれども、今の時期ちょうどね咲いてるので、お外散歩しつつね、実際のお花観察していただければ一番だなとは思うんですけれども、なかなかね人のお宅に咲いてたりすると、不法侵入になってしまうので、まあ河川敷とかですねそういうところに咲いててくれると、観察しやすいかなと思いますけれども、はい、こちらもう一本の方もね、まあ、少し小さめの、枝として作っています。ちょっと短く切りすぎたなと思ったので後で茎は延長しましたけれども、まあ、こんな感じでね2本作って、で途中から、こんな感じでピヨンピヨンと、この枝だけっていうか、緑のね茎だけ出ている部分いくつかねつけていきます。後で曲げればいいのでとりあえずね、どんどん巻き留めていって、バランス見つつ広げて、少しカーブしてるかな先端部分向けてって感じですかね、こんな感じかなといったところで、今回はねまあ少しでこの辺でお花もね出したりして、ちょっとこの長めにね巻いたお花使って一本一本ちょっと、まあつけて、で時々葉っぱと、まあ、葉っぱそんなにね、いいかなとは思うんですけれども、下の方にねわさわさ生えてるようなイメージなんで、そこまでね茎に大量にっていうよりかはまあちょっとっていいんですけど、どんどんね長さが長くなってしまうので、そうすると、花瓶に生けると考えると、多少ね今回全体的にそうなんですが、まあ多少嘘も混ぜて、リアルは追求はまあまあしてるんですけれども、まあ、多少ね、あれがデザイン的なになってしまってもいいかなということで、まあ葉っぱもね多少、あと少しね枝を斜めにして、あまりまっすぐすぎると不自然なのでちょっと曲げてます。はい、で、まあ、この辺りはねバランス見て2本ね、花瓶に生きる状況をくっつけてしまってますが、で余った葉っぱなんかもね巻き留めて、バランスを見ます。まあ、葉っぱもねもうちょっとね、全体的に曲げたりとか調節をねしていってください。はい、こんな感じで今回ね春のお花菜の花ですね作ってみました。ここまでご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。